さあ、時刻は11時を回りました。皆さん、おはこんにちはのお時間でございますね。さあ、ここからのお時間もですね、FM コザのスタジオから生放送番組をお届けいたしますよ。宮島真一の Let's go to the movie のお時間です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかさあ、この番組はですね、リスナーの皆さんと一緒に映画の話をしたいなと思っておりますよ。常にね。さあ、そして映画の話、うーんと、もちろんそうなんですけども、あの、シアタードーナツ、 の映画情報もですね、中心にいろいろお話ししたいと思っております。えー、リスナーの皆さんは最近何か見ましたか映画。あのー、今、 ハルサーエイカー、ザ・ムービー、エイカーズ、春休みということでね、えー、シアタードーナツではアンコール上映やっておりますけれども、お10時半の上映、そして午後は1時の上映と、1日2回、えー、お昼前後にやっておりますけれども、どうぞどうぞ皆さん、あ知ってるけども、実は見たことないという方は、まだまだたくさんいるみたいなのでね、あの、この映画は僕、助監督としても参加したので、もう、しつこくしつこく宣伝しておりますけれども、見た方は皆さん大満足しておりますよ。 この機会をぜひお見逃しなくと、どの作品も僕言ってますけれどもね、えー、シアタードーナツでお届けしている映画、すべて見応えがあります。えー、自信持ってチョイスして上映しておりますので、えー、ぜひ皆さんお時間作って、ほんとね、月に1回、いや2回、映画を見る時間っていうのをね、えー、ぜひ皆さん持っていただきたいなと思っておりますよ。あのー、来月いよいよシアタードーナツは、 一周年を迎えるわけなんですけれども、えー、まだ実は行ったことがないという方もね、えー、いっぱいいると思います。一度来たらね、なるほど、なるほど、これは気持ちいいわと皆さん言ってくれますよ。はい。なので何が言いたいかというとね、早く来てくださいね。お待ちしておりますよ。 本日の1曲目のナンバー、爽やかにお届けしたいと思っておりますよ。スティビィー・ワンダーのエズン・シーラブリーで今日はスタートしましょう。 本日のオープニングナンバーは、そう、スティビー・ワンダーで、エイジン・シー・ラブリーお届けいたしました。宮島真一の Let's Go to the Movie この番組は、シアター・ドーナツ・沖縄 by Bacon Toster Pictures の提供で12時まで1時間生放送でお送りいたします。 はい。FM 講座のスタジオから生放送でお届けしております。宮島真一の Let's go to the movie、えー。この番組はリスナーの皆さんからメッセージをどんどん送ってください。お待ちしておりますよ。どんどん送ってほしいな。えー、FM 講座の E メールアドレスは 761-fm コ co ードット jp です皆さんが持っている携帯電話、パソコン、スマホなどからダイレクトに E メール送ってくださいね。もう一度言いましょう。FM コザの E メールアドレスは 761-FMKOZA.jp 7 6 1, 1 f m c ドット j p です。こちらまでどんどんお寄せくださいね。お待ちしておりますよ。え早速ツイキャスからメッセージをいただきまして、ありがとうございます、えー。ラジオネーム、アッキーさんからメッセージ。宮島お兄様、ハロー、今日もいつ見てもイケメンとありがとうございます。ありがとうございます。お茶までいただきまして、アッキーさん、ありがとうね。そしてラジオネーム、天童がんばろうかいさんからのメッセージ。 コーヒーを飲みつつ、初コメです。あら、ありがとうね。宮島さん、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。天童頑張ろう会 <laughs> ありがとうございます。嬉しいね。初コメントってさ、ラジオに書くときって、えー、メッセージを送るときって。 あの緊張するよね、分かる、覚えてますよ、僕も、それはもう、僕が初めてラジオにメッセージを送ったのはですね、FM 沖縄でずっとやってるね長寿番組がありますよね、スクリーンの招待という番組、アダニア・マリコさんのね、もう今もやってますけれども、あの番組にね、僕、確かね、小学校5、6年生かな、中1ぐらいって、忘れちゃいますた。その辺のね、時ぐらいですよ。 まだティーンエイジャーになるかならないかぐらいの時に、FM 沖縄のスクリエイの招待によく僕は映画の感想文を送っては、映画のチケットをゲットしてですね、リクエスト曲もかけてもらって、あの、喜んでおりましたし、あの、読まれる時はものすごい嬉しいですよね。あの感じっていうのはね、いつも聞くだけリスナーの皆さん、まあもちろん聞いていただいてありがたいですけれどもね、送るとね、 紹介されると、これまたこう、癖になっちゃったりなんかしてね、嬉しいもんですよ。ぜひ、今、ラジオを聴きの皆さんで、いつも聞いてるんだけどねーっていう人いらっしゃいましたらね、ちょっと、あの、よぐらいの <laughs> メッセージを送ってくれると嬉しいなー うんまあ、時間あったらね、何か最近の映画の話なんか感想ね、書いていただいても、もちろん嬉しいですし、どんどん送ってくださいね。お待ちしておりますよ。ツイキャスの方もね、えー、今日は目標を上げてみましょうか。毎日だいたい10人聞いてるかなぐらいの数なんですけれども、今日は20名ぐらい数字が上がると嬉しいな。現在6名でございますね。さてさて、映画の話ね。 まずはまあシアタードーナツの話をもう先行でやっておかないとあのいけないのでねあのリスナーの皆さんで「ハルサー・エイカー」という沖縄のね特撮ヒーローもののテレビドラマやってましたよね2011年にスタートしてパート2まで「ハルサー・エイカー」というヒーローものやってたんですけれどもそれはあのー。 竜神マブヤのね制作スタッフがまた新たに、えー、集まって、えー、作った作品なんですけれどもやっぱりこうセリフ劇がとっても面白いよねあの岸本司さん監督脚本山田裕貴さんこの2人のあ作るものってあのなんかホッとするしねワクワクするしね、えー、次どうなるんだろうっていうようなこう感じ、まあ、2回言いますけどもワクワクさせるよね、えー、その春澤エッカーの映画版 ハルサ・エイカー、ザ・ムービー、エイカーズもね、えー、あの存在してますよ、映画版が。<laughs> 知ってるけど、実はい、映画館に行ってない。この映画はあ去年の1月に、えー、スターシアターズさんでね、ズバーンとこう上映されたんですけれども、それでもまだね見逃している、見れなかったとっいう方、たくさんいると思うので、今、シアタードーナツで、えー、4月の7日。 木曜日ままで上映してますこの機会にねぜひたくさんの皆さんに県産ムービーを見てほしいなだって一昔前まではさ映画を作るっていうのはこうなんていうの本土からね東京とかからあのスタッフがたくさん来てあのブワーって沖縄の題材のやつをね、えー、撮って、えー、沖縄県内の技術ではまだ映画作れないみたいな時代がありましたけどここ数年でね 県内のスタッフでもね、ドラマを作ったり、映画を作ったりという作家も増え、役者さんもどんどん増えてきて、あの、県産品の映画ができるっていうところまで来てるわけですよだからそれをやっぱりこう、みんなでぜひ応援していただきたいし、まずま見てもらわないとね、えー、見て、あの、なんだって <laughs> おも思ったらあの、岸本監督に僕から伝えておきますんでね、えー、汚い、えー、ご意見。 ご感想もですね、この番組で、えー、ぜひ取り上げられたらいいなと思ってます。まあ、とにもかくにも見てもらわないとね、えー、どうしようもないんで、映画は作って終わりじゃなくって、皆さんにね、えー、見ていただいて触れてもらって初めて完成すると思ってます。なんで僕がこんなね、春沙絵画に対してこう、力を入れてるかっていうと、僕、この映画は、あのー、ほんと大好き、ドラマの時から大好きで。 まさか僕が映画版の時の制作スタッフにね、えー、監督助手として参加できると思ってなかったので、あの、そういう経験がね、余計にこう、この映画を応援しないとっていう、こう、愛情を込めてね、えー、っていうんでやっておりますんで、えー、シアタードーナツで春澤映画が上映してるっていう、今のこの状況もね、正直もう夢みたいな感じなんですよ。うん。なので、ええー、まあ言いたいことは一つですね。見に来てねということです。 現在シアタードーナツで上映中の映画「春沙エイカー,ザムー,ー,イカーズ」「t ー e m o v i e e は4月の7日木曜日まで午前10時半そして午後は1時1日2回上映となっておりますのでぜひこの春休み期間中にどうにかこうにか時間を作ってね例えばさ10時半の春沙エイカー見た後にねあのその後小座のはしごで気になっている食堂に行ったりとかね映画は食育をテーマにもしてますので 子供たちと一緒にね、ご飯を食べて、こワッチーサビってこの映画ではね、よく言うんですけれども、感謝の気持ちを込めてごちそうさまという言葉をね、ねぜひご家族で見た後にご飯食べて、えー、大地の恵みに感謝してみてはいかがでしょうか。しつこいようですけれどもね、ハルサーの映画、本当面白いです。うん、元気もらえます、えー。この間僕の知り合いも見に来てくれてね、泣いてましたね。<laughs> とあるシーンで。 え見せてくれるシーンがあるんですよもうしつこいようですがね是非見てほしいまあどんな話かと言いますとねまあ春澤エイカーっていうのはねあの予告編見たら分かるところがあるんですけども、えー、春澤エイカーっていうのはか畑の湯たみたいなもんだろうってバカにされるようなあーシーンがあるんですけれどもあのー、大地をね、あのー 潤す力というか、はあ、そういういのを持ってるわけですよね、えー、そんなヒーロー、ハルサ・エイカーの今回の映画の話は、とある女の子が自分が住んでいる村の様子がおかしいと言って村のことが心配になってね、ハルサ・エイカーに相談に来るわけですよ。それで、なんでそんなことになってるのかっていうのを、こっからね、またモンスターが出てきたりとかして、なんでこんなことするんだみたいなことになるんですけれども、その中で映画は主人公のハルの成長を描いている話でもあり、 えー、地域の話にも降りてくるわけですけどもね。えー、まあ分かりやすくね、地域開発をするというようなあやつが出てきて、なんでそんなことするんだ、えー。でも人間は結局そんなことばっかりするじゃないかというようなね、そういう部分をこう面白おかしく描いております。メッセージもたくさん込められていますので、えー、子どもたちが見ても、大人が見てもお何か受け止められる。ね、えー メッセージがこの映画にありますので大満足すると思います。ぜひ見てください。ラジオネーム、アッキーさん。原沢栄華、久しぶりに見たいっす。とツイキャスでメッセージをいただきました。ぜひ、スクリーンで何度見てもいいと思いますよ。見てくださいね。よろしくね。ラジオネーム、天道ガンバロさんからのメッセージ。映画で思い出すのは E.T. 大好きですよ、僕も。 今のようなシネコンなどなくて街の映画館におしゃれしてワクワクしながら行くって感じでしたね。館内は立ち見も出るほどの大盛況。大人の隙間から食い入るようにスクリーンを見てたっけと。僕もまさに天童頑張ろう会さんのこのメッセージと同じような感じで映画 ET を見ましたね。 国営館那覇の国際通りに国営館という映画,が映画館がございましたそこをすごい人がいて立ち見が、ね、すごいことになって,てあて本当に僕も大人,の大人と大人の間からあのスクリーンを覗き込んで、ねえー、見てましたね主人公のエリオットが ET が納屋で音がするとか、ね、こう覗き込んでるシーンなんかもう本当にあのワクワクドキドキしながら見て最後のお別れのシーンなんかもね 大人も子供も関係なくみんな号泣してましたね。泣いてましたね。あの大盛況の雰囲気の中映画を見るっていうのはもうここ数年ないですね。そういうのってね。えー、今はね、立ち見っていうのはもうやらないような制限がかかっていたり、あとはまあ入れ替え制だったりもするのでね、えー、途中から入ることなんかも今できないですしね。あの感じっていうのはもうないのかなとは思いますけれども、ただ映画をたくさんの人たちで見るっていう時のね、あの 空間,の空間で共感するっていうのはすごい思い出に残りますよね。ひょっとしたら同い年ぐらいですかね。天道がんばろうかいさんはね、僕とねあ。まさに僕も同じ気持ちで見ておりましたよ。メッセージどうもありがとう。 さあ、春サイカーから一曲お届けしましょうか。えっ、ー、と、春サイカーのおーテレビシリーズから映画版まで、えー、ずっとね、えー、モンゴル800の曲使われております。あと、シベリアンスカンクのね、曲もいくつか使われておりますけれども、えー、今日は、えーと、モンパチもシベリアンスカンクもどっちも流そうかなと思っておりますよ。ぜひぜひ皆さん、見に来てくださいね、春サイカー。一曲お届けしましょう。モンゴル800で l i g h t and Shine! お届けしたのは映画「ハルサ・エー・ザ・ムービー・エイカーズ」でもエンディングテーマで流れております「モンゴル800」で「ライズシャイン」でした FM 鉱山のスタジオから今日も生放送でお届けしております「宮島真一の Let's go to the movie リスナーの皆さんからの元気な メッセージ。映画にまつわるメッセージでもいいですし、春休みどんなところに行ったのとか、なんでもいいですよ。メッセージをお待ちしております。f m コ o e メールアドレスは7 6 1 f m c o j p です。こちらまでどしどしお寄せくださいね。お待ちしております。さて、シアタードーナツの情報なんですけれども、えっと、4月の8日、えー、なので、 来週の金曜日です、ね、えー、来週の金曜日は「シアタードーナツファン感謝祭」というタイトルで、えーまあ、月に1回やってるんですけれどもあのー、映画「父を探して」の特別試写会だったり「コザッピドゥ」アニメーションね沖縄市にはアトロンっていうチームがありますよね。 えー、アトロンクリエイティブエンターテインメントのお二人、友瀬司,司さんと江野美恵子さん、二人がまあ作っているアニメーションコザッピドゥの最新作の上映会も企画しておりますよあの。今回のコザッピドゥのアニメーション、新作はですね、映画タイ,タイトルが映画撮影はキリキリ舞というタイトルでして、なんとあの僕も出ます、このアニメーション作品に。 あの、宮古という名前でね、映画監督として、えー、キャラクターが出てくるんですけども、それの声優もさせていただきました。<laughs> 面白かったよ。で見てほしいな。あのー、アニメーションでね、このコザッピドゥという映画には、まあ、作品には、 ムッコワイというキャラクターが出てくるんですけれどもあのそいつらがねいろいろこう巻き込まれるわけで、えー、いろんなね吸った問題ねしかもそれがコザの街で繰り広げられるアニメーションなので、えー、実際にある風景だったり、えー、その場所だったりものだったりというのがねでそのアニメーションではあのー 非常になんなんていうアニメーションの世界だからさあの架空のものと思いきやもう実際に存在する場所だったりするのがアニメに出てくるのであの不思議な感覚になると思いますよ。うん で、えー、今回の新作は、僕も出てますし、あの、コザのラガーで一緒に MC やってる、ミキトニーこと、イトカズミキさんも、あの、彼女役でアニメになって出てきます。で、彼女ももちろん、声優をして出てます。あと、オレンジレンジのりょうくんもね、あの、出てきます。まあ、タイトルが、映画撮影はキリキリ舞というタイトルで、ちょっとピンと来た人もいるかもしれませんけれども。あと、本当にね、いろんな方が、あの、街の方が <laughs>、声優として、えー 声優エキストラっていうのも面白いよね。えー、そんな感じで面白いアニメーションになっております。えー、その映画、あ、映画じゃない、アニメーション作品、コザピドゥはですね、今度の金曜日、いや、間違えた、来週の金曜日、4月8日の金曜日の午後1時からシアタードーナツで見ることができます。えー、入場料無料となっておりますので、ぜひ、まあ、コーヒードーナツソフトドリンクはまあ買っていただいて。 それをね食べながら飲みながらぜひ皆さんアトロンのアニメーション最新作「コザッピドゥ」映画撮影はキリキリ前を見に来てくださいねあの映画上映作品上映終了後はですねあれですよ <coughs> そのアトロンのお二人友カ司さんそしてエノビケ恵子さんのトーク ライブもありますんで、えー、その時にどうやってアニメーションって、えー、どうやって作ってるのとかね、えー、どんな風にアイデアが浮かぶのとかあ、そんなお話、トークセッションなんかもできると思いますので、えー、ぜひぜひ皆さん、開けててくださいね。4月8日金曜日、えー、シアタードーナツファン感謝祭と題して、えー、アニメーション作品、コザッピドゥ、見ることができますよ。ぜひチェックしてくださいね。 あとその日の夕方5時からは宮島真一セレクションムービーと題して僕がおすすめする映画をみんなで見てユンタクを反択したいなと思っておりますそういうのもありますそして夜7時からはみんなで上映作品を選ぼう予告編というユンタクもやろうと思っております僕があらかじめ用意した、えー、映画の予告編をみんなで見てねどの作品が見たいって言ってでひょっとしたらそれで候補作品を選んで 6月とか7月とかにね、シアタードーナツで上映という流れができると、できるかもしれないという企画です。ぜひ4月8日金曜日、チェックしてみてくださいよ。遊びに来てくださいよ。よろしくね。また一曲お届けしましょう。春最下からもう一曲いきますよ。シベリアンスカンクで夢スターダスト。 よいしょお届けしたのは映画、ハルサ・エイカー・ザ・ムービー・エイカーズの主題歌、シベリアン・スカンクで夢スターダストをお届けしました。一旦 CM。 時刻は11時34分を回っております。お届けしているこの番組は、宮島真一の Let's go to the movie ですよ。えっ、ー、と、今日は、そうだね。いい天気だね。<laughs> ごめんごめん、集中しよう。ラジオネーム、天道頑張ろう会の、おーでっけ。 ラジオネーム天童がんばろう会さんからのメッセージ。宮島さん、ニューシネマパラダイスで流れてた音楽ってありますかエンニオ・モリコーネ愛のテーマだったかなそうですね。エンニオ・モリコーネさんの楽曲ですよね。そういえば今年、えっと、映画のタイトルちょっと度忘れしちゃったんですけれども、えっと、えっと、タランティーノの新作だったっけ の音楽がエンニオモリコーネさんでアカデミー賞のオリジナル楽曲賞を受賞してましたよねもうエンニオモリコーネさんはもうだいぶおじいちゃんでしょ彼の代表作たくさんあると思いますけれどもあのそうですねちょっと探してみますねありそうなんですよねちょっと探してる間あのどうしようかな えっと、えっ、ー、と、探してる間にね、てか、俺が探すからね、喋りながら探すんだよね <laughs> <laughs>、えー。そういうことができるんでしょうか、果たして。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、んと、ちょっとお時間くださいね。さあ、あそんなこんなでですね、えー、ちょっとじゃあ、探してる、今探せないですけども。 ちょっと別の曲をかけている間に探そうと思っておりますよ、一生懸命探しますので、ちょっと待っててくださいね。えー、その間に、ですね現在上映中のシアタードーナツでの作品情報をお届けしたいと思いますけれども、えっと、これ、前にも上映したんですけれども、結構これまたあの機会に行けなかったという人が結構多かったのであの、改めて再上映しております、えー、中田幸子さんのドキュメンタリー映画ですね、おばあは喜劇の女王、中田幸子、沖縄芝居に生きる。 というドキュメンタリー映画があるんですけれどもあの中田幸子さんあのテレビの CM とかね、えー、よろしくございますっていうねおばあちゃんあの知ってる方はたくさんいると思いますけれども中田幸子さんのドキュメンタリー映画を見るとますます彼女の魅力にのハマると思うし、えー、やっぱりこう時代がね、えー、戦前戦後を駆け抜けて、えー、彼女の喜劇に対する思いっていうのは本当に すごいものがありまして実はこの映画の中でも語られてるんですけれどもあ,あの中田幸子さんあれなんですって、えー、対馬丸に乗る予定だったそうです、えー、だけどあの乗り遅れてしまって、えー、疎開にね、えー、することできずに、えー、本当にとどまったところ、ね、ああいうことが起こったわけなんですよだからひょっとしたらね中田幸子さんは 今がなかったかもしれないんですよね。まあそういうこう戦前戦後を駆け抜けて今もみんなの笑顔をね,ね、作るためにやってますよね。頑張ってますよね。えー、そんな彼女のドキュメンタリー映画はぜひ僕皆さん見てほしい。えー、見るべきだとあの思っておりますよ。現在シアタードーナツでアンコール上映中、おばあは喜劇の女王は4月の21日木曜日まで 午後3時1日1回上映となっております、えー、ぜひ皆さんお仕事お休みの時 <coughs> 空いてる時間などございましたらいや映画を見る時間を作って、えー、見てほしいと思いますよ予告編なんかもですねシアタードーナツのホームページでチェックすることができますので、えー、ぜひそちらの方も チェックよろししくお願いしますシアタードーナツで検索すると一発でパスーンと出てきますんでね、えー、ぜひそちらの方もチェックしてくださいあとドキュメンタリー映画まだいくつかあるんですけれども、えー、とザ・トゥルー・コストファストファッション真の代償という作品もございますこの映画の、まあ、キャッチコピーはですねあなたがあいやいやいやあなたの服洋服ね あなたの服の本当のコストを知ってますかという皆さんが今着ている洋服 T シャツいろいろあると思いますけどもそういうのがね <laughs> 実はこんなことになってるんですという華やかなファッション業界の裏側知られざる真実をこの映画はドキュメンタリー映画は 見せててくくれれますしし教えてくれるしあの考えさせてくれる映画ですね。ね昨日もお客様見に来ててシアタードーナツにねどうだったって僕ちょっと感想を聞いたりとかしたらやっぱこう見てよかったでたくさんの人に見てほしい作品だなと言っていました。 えこの映画はね、服飾ビジネスの世界を牽引しているいろんなこうファッション業界、ブランドありますよね、えー。そのファッションをテーマにしたドキュメンタリー映画なんですけれども、まあ、最新の、まあ、ファッション、最新モードを取り入れた洋服が結構ほら、安い価格で売られてるじゃない。でもそれを作っている生産者の皆さんが置かれている状況、環境なんかをこの映画は追っかけています、えー。そこで見える真実。 あとは一体どういういもののになってんのかこれも皆さん見て、えー、いろいろ立ち止まって考えるべきなんじゃないかなという映画でございます。ザ・トゥルーコストファストファッション真の代償は4月7日木曜日までは夕方5時のみの上映となっておりますが 4月9日以降は夕方5時と夜7時の会も設けております、うん。ぜひこれもたくさんの皆さんに見てもらいたい作品ですのでぜひチェックしていただきたいな。よろしくお願いしますよ。さてさて、一曲ちょっと僕が大好きなラブソングですね。ユーリズミックスのナンバーをお届けしたいと思いますよ。この曲はね、あの、 それこそ、ユリズミックスの,あの大ヒットナンバーとかってやったら、もう、スイート・ドリームスとかね、そういうのがあるんですけれども、僕、この曲が大好きで、レコードも買いましたし、本当にたまにググッとこう聴きたくなる作品です。曲です。お届けしましょうね。ユリズミックスアルバム、リベンジに収録されています。ミラクル・オブ・ラブ ただいいまお届けしているナンバーは <coughs> ごめんなさい、えっ、ー、と、ユーリズミックスというバンドのアルバム「リベンジ」から「The Miracle of Love」という曲をかけております。もう大好きな大好きな曲ですね。まあこの時間に聴くにはちょっとあのしっとりしすぎるかなと思いますけれども、いや、なんか聴きたくなったんでお届けしました。さて、番組は。 あと残り10分ぐらいですけれどもえ先ほどメッセージいただきました天童がんばろう会さんからね、えー、映画ニューシンデマパラダイスの音楽が聴きたいとありましたので見つけました、えー、お届けしましょうね、えー、リクエスト曲かける 乗って嬉しいな <laughs> 期待に応えられたような気がして <laughs> 嬉しいでございます。えー、それじゃあお届けしましょうか。えんにょんもりコーネのちょっと、まあこれベスト版かな、中に収録されております、うシネマパラディースえー、映画、ニューシネマパラダイスのテーマ曲お届けします。 お届けしたのは映画ニューシネマパラダイスのテーマ曲でした。ラジオネーム、えー、天道頑張ろう会さんからのリクエストナンバーでした。ありがとうね FM コザのスタジオから生放送でお届けしてまいりました。宮島真一のレッツゴートゥーザムービーもそろそろお別れの時間がやってまいりました。が、しかし、シアタードーナツぜひ皆さん遊びに来てくださいね。お待ちしておりますよ。えー、今日のこの後の上映作品は、1時から、春澤エイカー、ザ・ムービー・エイカーズ。午後3時からは、おばあは喜劇の女王。夕方5時からは、ザ・トゥルーコスト。そして夜7時からは、宮古島トライアスロン。 というドキュメンタリー映画をやっておりますよ。どの作品も見応えがございます。ぜひシアタードーナツで映画を見る時間を作ってくださいね。シアタードーナツの場所は沖縄市一番街がありますね。そこの、えー、330号線沿いにゴヤバス停がございます。ちょうど本当にゴヤのバス停の目の前、建物2階となっております。えー、割とこう入り口がちっちゃくてね、2階に上がっていくんで、あの見過ごしている方もいるかと思いますけれども、本当にゴヤバス停、 を目指してください。一番外側にあるね、えー。そこを目指してきてくださいね。あと、もっと詳しい情報を知りたい方は、ホームページで、えー、近隣駐車場情報などね、えー、ぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いいたしますよ。シアタードーナツ沖縄、今後もいろんな作品をどんどん上映していきますし、イベントもいろいろやっていこうと思ってますんで、Facebook なんかやってるね、リスナーの皆さん行ったら、またいち早く情報をゲットすることができますので、えー、ぜひ、シアタードーナツの Facebook ページなども、 いいねを押して新しい情報をゲットしてみてはいかがでしょうかいやー本当にねいい情報がどんどん出てきておりますよ。頼むよ。本日のお別れナンバーは映画「Pretty Woman」。 プティマンこれれをおお届けししながらお別れしたいいと思いますこの曲はロイ・オービソンの大ヒットナンバーですよね、えー、彼はもう50確か1歳2歳だったかなで亡くなられてるんですけれども本当にたくさんの名曲作ってきた方ですよねそのロイ・オービソンのライブバージョンでお届けしましょうオープリティーウーマンを着ながらお別れなんですがしかしまだ時間あるんでね、えー、BGM にしながらゆんたくしていこうかな気になるお天気もお話ししていきましょうか本当中南部地方 本日3月31日は。 降水確率、このあと60%になってますね。これ、午後降るんですか、ちょっと今のところ降りそうな気配はないですけれども。本日3月31日、本島中南部地方は南の風やや強く、後、南西の風やや強く、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うそうです。本日夕方にかけて、ちょっとぐずつきそうですね。ですけれども、明日4月1日以降は晴れマークが続いておりますね。えー、週末のお天気は割と 晴れマークが出てますんで、えー、ぜひ皆さん楽しい週末お過ごしくださいね。そして予定の中にはもちろん映画を見に行く予定もぜひぜひ作ってください。まあ4月に明日から入るわけで何かとね、えー、準備するものがたくさんあったりバタバタしてる時間があるかと思いますけれども、どうにかこうまたテンションを上げるためにもね、映画を見る時間っていうのを設けてみてはいかがでしょうか。僕が言うんで間違いないですよ。シアタードーナツで流れている、上映している映画は、間違いなく。 テンション上がると思いますんで、ぜひチェックしてみてくださいね。ラジオネーム、天童頑張ろうかいさんからメッセージお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとう。そしてラジオネーム、アッキーさんからもお茶をいただきました。どうもありがとう。さあ、こんな感じですかね。今日はね。3月も今日で終わりか。早いね。今年も、あと、4、5、6、7、8、9、10、11、12。 9ヶ月 <laughs> 何かとこうあと何ヶ月とか何日とかってねっていうのが <laughs> 口癖になると年を感じますね <laughs> <laughs> さあ明日から4月皆さんまた気合い入れていろいろ頑張っていきましょう映画を見てまたリフレッシュする時間も作ってくださいねしつこいようですけれども「<laughs> ハルサ k e r z ー m o ー i e a は4月7日木曜日まで。 朝10時半、そして午後は1時開始となっておりますよ。その時間をぜひ皆さん、時間を作ってみてくださいね。見どころは全てですね。もう一つ見どころは最後のスタッフロールにちゃんと僕の名前も出るということです。<laughs> ああ、マジで見てほしいな。よろしくお願いしますよ。宮島真一の Let's go to the movie. この番組はシアッタードーナツ沖縄 by ベイキャントストアピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りしました。また来週もこの時間にお会いしましょうね。宮島真一でした。また来週。さよなら。